君王随より、長と長とは中国に伝わる伝説上の人種である。大人とも称され、東方あるいは海にある島に住んでいるとされる。類書である、大きい3サイズでは、超人国は海にある島に住んでおり、長とは人間の姿をしているが、非常に大きな体格をしており、身長は三、四丈もあるという巨人である。移動はとても素早く嵐に遭遇して、 超人国に漂着した人物の目撃したところによると飛ぶかのように移動していたという。日本の和漢三歳図絵や奈良絵本、異国物語などでもその故障と解説とが使われている。日本ではセータカあるいはセタカという故障がつけられている場合がある。当初増舗群毛髄体制では、超人国という表示に対してセタカ島という日本語を併記している。 古代中国の地理書、三海業の海外統計によると、大人国は、君主国の南にあるという。田中俊明や李正史や古畑通るによると、8世紀の東朝の記録には、白木人が、白木の東北境の住民である、渤海人のことを、黒毛で身を覆い、人を喰らう長と、と捉えていたことを伺わせる記述があり、この偉人氏は牧、渤海。 白木両国の没交渉から来る恐怖感であり、それだけのいい気であったことの証細であり、白木の辺境であり、渤海の辺境地帯でもある地域住民に対して、これだけのいい機感が見られることは、渤海白木両国の乖離した意識は明確であり、渤海白木の同族意識は伺いようもないと指摘している。長戸記事とは、新当時巻百二十東遺伝、白木、 太平光気巻481、白木城の以下の記事である。白木、弁官病へなり。巨漢落路落ち、横地里、縦三千里、東京長戸、東南日本、西下ら、南品海、北高来。長忍者、人類長三条、ノコギリ、木馬かぎ詰め、黒、毛含み、不可食、税金獣、アルハク食、徳色、特婦人、餅衣服。 その国連山数十里、有素は、片も、鉄工、交換門、白木常田室石弓市数千森行白木東は長戸を拒つ。長尾となる者は、人の類にして、長三条、ノコギリ、木ばかぎ詰め、黒毛もて、身を覆う。褐色せず、金獣を、税う。あるいは人を、白へ持てくらう。婦人を得て、もて衣服をおさめしむ。その国、 連山数十里、海あり。片むるに、鉄鉱をもってし、関門と申す。白木、常に、石弓市数千をたむろし、これを守る。新東条二百二十、東遺伝。白木、白木国、東南とも日本となり、東、与え長戸国説。超人心三条、ノコギリ、木馬かぎ詰め、不可食、畜金十字食の、時股食人。裸その体、黒 猛福の。その境原も、連山数地里と、中山素は、方も、鉄門、いいの鉄石。常使い弓石弓数千森行き、ゆぜふか。白木国東は超人国と接す。長との実は三条、のこぎり、木馬かぎ詰め、過食せず。金銃を置いて、これを喰らう、時に、またた人を喰らう。その体を裸にし、黒毛持て、これを覆う。 その坂原は、連山数千里をもてす。中頃、山海あり、片村に鉄門をもってし、これを、鉄関という。常に、弓石弓数千をして、これを守らしむ、世により手すぎず。太平洋紀末期481、白木城,城、気分などでも白木国は東に超人国と隣接しているとされ、長戸の特徴も、同様に記されている。 昭和3年に金の保守者が出版したガリバー旅行記を省略した自動書大人国商人国巡りでは巨人の国の役語として大人国が用いられている。ありがとうございます。